どうもバナナです。今回なんですけども、さあ、9軸&10軸使っていこうかなと思います。はい、このデッキなんですけど、簡単ですよね。ギフト、ガチャンコ、ガチドボで、最速4ターンでガチャンコ、ガチドボを出しながら、まずは、この9でヒットさせる。グレンモルト、バルガライゾー、ビルヘルムで、9の奴らをヒットさせて、このグレンモルトとかバルガライゾーも999で出して、そっから10軸のこの10のドラゴンを出せば、一石二鳥なんじゃないかなということで、今回ですね、9&10 軸ちょっと回してきましたんで、ぜひね、皆さんは作んないでみてください。よろしければね、年内チャンネル登録者4万人目指しますんで、ぜひね、初見さんだったり、まだ未登録の方がいましたら、これを機会にね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、早速試合の方に行きましょう。エグザ！さあ、対戦の方よろしくお願いしますと、ここまで来ましたよ。めちゃくちゃポーカーだな。ここまで来たぜ。9軸&10軸。これね、何回も言ってるから。ここまで来ました。9軸&10軸って、めちゃくちゃ外すわ。当たり前だけど。マジで決まらん。何回ガチドボを出して、何回ガチドボ殴っても、いい具合に9910とか、1019とか、あとはもう6310とかね、もう全く惜しくないものから、相当撮影時間かかってるよ。てかもうこれね、今この試合を撮影してるのは6月13日なんだけど、このねデッキを考案したのはだいぶ前なんですよ。なんで相当撮影時間かかってんだよな、本当にマジで。これはねなかなか決まらないんだよね。なんで多分結構ばらつくと思いますね、採用される試合で。もう1日1時間はこのデッキ握ろうって決めてて、なかなか勝てなくてね、コンスタントに勝った試合を順番に採用していこうかなって思ってるんだけど、外す、めちゃくちゃ外す。やっぱね、9軸&10軸はちょっとやりすぎだったのかなって思ったけどねやりたかったんだよな。ちょっとめちゃくちゃ面白そうじゃない。やっぱね、一つにこだわるのはもう終わりです。来た、強い、ちょっと間に合ってるよ。さあ、ここ一旦ビルヘル、いや、バイオレンサンダーだな。バイオレンサンダー置きまして、行きましょう。フェアリーギフト頼む、マジで俺も毎回祈ってるんだよな。さあ、行きましょう。ガチャンコガチョウ、さあ、行くで、ガチョウと。さあ、すごい、すごい、そっち、そんなことあんの。10、すごいよ。俺、10、10、10だね、けど、ドライバー。すごすぎる。待って。これは、ありがとうございます。これも負けても、動画するんで、ありがとうございます。あ、すごいんだから、もう、ありがとうございます。あ、もう、その身で味わってます。今もう、ガチドボを、体の芯で味わってます。マジかよ、すごすぎる。いや、ありがとうございます。いや、嬉しすぎる。これも、多分今年の、ベストオブ試合になるぞ。ドライバー3体それは、鈍水なんてもう、何のそのだからね。もう鈍水1個じゃ止まらないよ。もうドライバー、グレンモルト、バトライカクだからね。はいはい、これ最速で、いやでも最速ではなかったか。5ターンか、5ターンの動きじゃないからね。もう全然強いよ。はい、ドライバーで殴るときに、はい、バルガドライバー、バイオレンスタンダー。これね、バルガドライバーで踏み倒したら出たのに、ボルメテウスさん、ファイヤードラゴン。これが9軸&10軸の力です。もうやっぱ9入れないとね、やっぱバトライ武神は出ないから、十軸だけだとやっぱ武神入れられないからね。でもこれやっぱ9入れたことによって、バトライ武神もね入るよということで、トリガー、何やる、トリガーウルソフィア。ちょっと打点足りてないのやばいな、それちょっと怖くない。アップ&ブロックで、あ、え、ワンドロー、それはありがとうございます。まあもう勝てないと悟ったかな。対戦、あー、どうした。いや、ようやく分回ったわ、長かった。対戦の方よろしくお願いしますと、オープニングハンドなんですけども、オニワルヘッド、バイオレンサンダー、バルガライゾー、ビルヘルム、ガチャンコ、ガチロボでね、始まったオープニングハンドをやっていきましょう。さあ、相手のデッキタイプね、見ていこうかなって思うんですけど、こっちはとりあえず、ギフトを引きたいかな。さあ、バルガライゾー。さあ、ここでね、まあ一応ギフトとガチロボのね、マナ基盤揃ったんで、マジでギフトだけ。頼む。本当に、いやもうね、これね、ギフトじゃなくて、ワンチャンガチマリンでもいいかなって思ったんですけど、ガチマリン結構最近簡単にね、処理されるんですよ。何でもダメなんだよね、ガチマリンって。鈍水もダメ、ミツルギもダメ、流星ホールもダメ。なんかもう全部ダメ。もう全部ダメなのよ。で、焦点もダメじゃん。
マジで全部ダメなんだよね。あとジョニー・ウォーカーもダメなんよね。だったらもうハンデス以外、まあ、大丈夫なギフトの方がいいんじゃないかなって思ってギフトにしたんだけど、以上やっぱ666で揃う可能性もあるじゃん。だからやっぱ6軸&9軸&10軸にするためには、まあ、ガチマリンでよかったかなと回して思いましたけどね。まあそれはまた後日やりましょうか。まあちょっと9軸&10軸やったらもう次は11軸&12軸やろうかなってちょっと思ってるから、ちょっとやりたいね。ネタ切れた時に。今段ね、ちょっとネタ切れが早い気がするんでね。まだ6月やで。まだ6月前半ですよ。診断7月後半でしょ。殺す気かっていう。どうすんのもう。マジでね、次の診断早まって、早まんないかな、ちょっとね。いや、本当に7月後半まで今回は、持つ気がしない。究極チャージや。究極か。究極つか。あ、GOD か。もう全部何軸かっていうのね、もう癖になってんだよね。これ職業病かもしんない。あの、ガチロボの。いや、あ、これ、あ、9軸かって言っちゃうんだよね。普通に。さあ、俺はガチロボが2枚耐性ありだぞ。ほんと？ワントップしょ？さあ、バルガライゾーなんで、頼む！頼む！いや、多分ね、成功はしないんだけど、次、多分この一発で成功したらありがとうだ。来る？行く？行くる？す！まあそうなんで、ほらね、こう、993とか、いや、9910とかなんで、毎回。で、次だね、本番は。出す、2枚目のガチロボ出す、1回ガチャで殴るで2回抽選できるんで、そこでハマってくれたらこっちは文句ないけどね。もう一発で決まるなんで、こっちもね、そう、もう鼻から思ってないわ。もう、これだけ俺何時間回してると思ってんの。バルガドライバーなんで、さあ、鬼丸ヘッド置きまして、頼む！ 2回目はいける！で、3度目の正直なんで相当山札掘れるぞ。すっ！いや、ほら、バカでしょ？なんで3310ってなんで、だったらもう333でやれよ！よし！強すぎる！それは強い！よく9で揃った！はい、10、10、10で揃った次はもう999ですよ。OK！ よーし！いや、これがやりたいんだな。で、バルガライゾーとか、バルガライゾーなど10軸のドラゴンを踏み倒せばいいから。いや、これがやっぱ9軸&10軸にしたらもう最大の意味。9を踏み倒して、さらにその9から10を踏み倒す。これがやっぱ10軸&10軸の、いや、10軸&10軸はもうただの10軸なんだけど、9&10軸のね、完璧だわ、もう。俺やりたかったんだよな、本当に。これやりたいために俺はもう、プライベートの時間押し殺してんだから。さあ、ホームってやると。さあ、2点パンチ。さあ、どんどん。で、ハートバンで全部スピードアタッカーにして、もう全てをかき消す。もう全てを力でねじ伏せます。力、暴れ。さあ、何それ。レボスパークか。あ、そっちなの？雷蔵じゃないんだ。雷蔵で会ってくれ。集結せよ。まあ、雷蔵から、まあ、結構ドラゴン入ってるんで、鬼丸ヘッティング。あ、もうガチングジャッジ勝ちっすね、これに関しては。はい、もうガチャして、ガチャンコして、ガチンコジャッジをすると。で、もう9&10軸もしっかりと成功させると。完璧なデュエルだったんじゃないか。大佐の手話。対戦の方よろしくお願いしますと、オープニングハンドなんですけれども、さあ、バルガドライバー、エルドラード、バルガライゾー、ガチャンコ、ガチロボ、鬼丸ヘッドでね、始まったオープニングハンドをやっていきましょう。さあ、相手モルネクっぽいな。トリガー入ってねえから、モルネクハートバンで死ぬんだよな。その前にガチロボを決めればいいってだけなんだけど、さあ、一旦ここはエルドラードで水マナ確保しておきましょう。とりあえずね。で、まあ一応次ビル置いて、まあ5色揃える意味もないけどね。マナを5色揃える意味、本当に1ミリもないんだけど、とりあえずギフト引きたい。ギフト引いて、ギフト、ガチャンコ、ガチロボ。で、あとはまあ9軸だったりとか、まあ10軸どっちかヒットすればいいなと。ツインパクト来て！ツインパクトだ！俺に欲しいのは。ツインパクトって、デュエプレだと何段ぐらいで実装されそうなの？俺ツインパクト来るまでちょっとデュエプレ引退できないな。こんだけやっぱガチロボにお世話になってるから、ツインパクトでガチロボがもう最終形態になったのも、やってたな。最終形態になったガチロボを見て、あと俺ジョーカーズとかは本当にわかんないから、ちょっとね、怖いよな。もう今でも全くもって、俺が神やってた時って、でもね、ちょっと禁断の時触ってたから、ギリ、ああ、このカードあったなぐらいのテンション感でやれるけど、俺が神やってたのって鬼丸ヘッドまでなのね。だからもう、レッドゾーンとか全然わかんない。正直。もうモルネクも、ん？って感じだったから、
みんなやっぱ世代の人は相当テンション上がるんだろうけどね、やっぱおっさんだからね、俺も27になって。でギリは高校生の時に友達からね、デュエマのなんかデッキ買おうぜって言われて、オニマルヘッドのな銀ホイールのやつかな、ヘッドとか勝利セットとか入ってる結構豪華なデッキがあるからちょっと買おうぜって言われて買って、まあデュエルマスターズというものに触れて、まあ、そっからもう気づいたらなんか実況者になってるんだけど、まあ逆に俺あの時友達からちょっとデッキ買おうぜって言われなかったらね、多分デュエブレもしてなかっただろうし、ああ誘われない方が良かったかもしれないな。ああこれもうあの友達のせいか、俺がこうなったの。あの時友達が俺にデッキ買おうなんて言わなかったら、俺は今頃ガチの棒握って発狂することもなかったのかもしれないな。これやっぱ友達のせいか。友達にちょっとあの慰謝料請求しようかな。ちょっとあなたのせいでだいぶ俺の人生の方向性変わったんですけどっつって、はい行きましょう、ガチャンコガチャを頼む。もうマジで頼む、もういいよ、これで当たったら俺友達に慰謝料請求しねえわ。ああほらね、99なんだよな。ヘッドヘッドヘッドだったらな、最高に動画映えするんだけどな。だけどもう一回ガチャンコガチャもできるんで、でも11万でしょ。でもさ、これ相手めちゃくちゃ事故ってるじゃん。でさ、もうコメント欄で言われるのよ、相手事故ってるだけじゃん、許してくれ。もう9軸&10軸の場合は許してくれ、本当に。そうなんだよ、だから相手が事故ってると勝てねえんだから、それそうだろ、相手が事故ってると勝てねえんだ。相手がめちゃくちゃ事故ってくれて、こっちがめちゃくちゃ上振れてようやくデッキになるんだから、もはやこれはデッキになってないのかもしれないな、もしかしたら。だけど絶対に作らない方がいい、みんなは。でも俺言ってるからね、あ絶対に作んないで見てくださいって、もう最初の挨拶でねもう言ってるんでね、はい、もうあの自己責任で。あでもね、やっぱこういうデッキでしかさ得られない栄養素ってあるじゃん、やっぱりさ。まあガチデッキもいいけど、こういうガチャデッキでね遊ぶ人がいてもいいんじゃないかなと僕思いますけど。なほらほら、ここでサファイ10だけどさ、これバイオレンサンダー出すのあまりにも悪手じゃない、これサンダーサンダーか、いやサンダーサンダー、サファイアサファイアか、いやこれ、いやそうだよな、サファイアサファイアバイオレンサンダー3点半ですでもいいんだけど、聞けば相手事故ってるから別にその3枚放置してもいいんじゃねえかなってちょっと思うんだよな。どう、みんな的にはどう、燃え尽きて。でこれ何が、いやでもさ相手なんか強いカードあったらさっきのターン出してきてるだろうしな、逆に何を持ってるんだろう、頼むよ、ホイムソー。ああでも14マナテ、頼む勝たしてほしい本当に。お前負けてもこれドブがするからね、もう成功したらもう採用なんだから、もう外無双。え逆に何、サファイア外無双、サファイア7マナモルネクとか、おモルネクだったら切れるぞ、切れるぞ、切れるぞ、モルネクハードワン、サファイア宿だからな、相手こっち宿、あっしゃってねいやー出てしょ、さあ対戦の方よろしくお願いします。ハンドめっちゃよくね、気流ジルベス。さあバイオレンサンダー置きながらギフト打って、いや強い、これはだいぶ強いけど、ちょっと気流ジルベスがちょっと不穏っすね。ワンショットにはめちゃくちゃ弱いデッキなんで、ワンショット以外にもめちゃくちゃ弱いデッキではあるんですけど、ワンショットにはめっぽう弱いデッキで有名なんで、この10軸 &9 軸 &ガチロボーはね。3マナ。さあ、鬼丸ヘッドは。さあ、鬼丸ヘッド置きまして、次にギフト、いやでもさ、これさ、ギフトガチロボー、ギフトガチロボー、しかも破壊されなかったら、ガチロボーのアタックトリガーも発動できるんで、1回くらいヒットしてくれないかなってちょっと思ってる自分に驚いたんだけど、どうしてくんないかな、マジでしてくれ。結構、過去一期待値高いハンドだけどね。ギフトガチロボセットでビルヘルムなんで、さあ、鬼丸ヘッド置きまして、さあ行きましょう、フェアリーギフト。さあ、召喚コスト5を少なくしまして、ガチャンコガチャンコ。まあまあ、たぶん、ここで決まったら相当かっこいいぞ。もうガチロボで飯食えるぞ。すっ、まあまあ、そうだよね、そう、やっぱ俺19、10なんだよね。やっぱ1個、圧倒的に外れるっていうのは、まあ、そうか、圧倒的に外れるってことはまあないんだろう。方眼ブラスル。方眼フェアリーレフは相当外れだけど、まあ、堅実なワンブースト。このワンブースト結構メインを分けるときあるからな。さあ、バイオレンサンダーめちゃくちゃ固まってない？さあ、ここまたまたフェアリーギフトで、さあ、よいしょ、ガチャンコガチャン頼む。いや、ビル1枚とかさ、結構、正解、いやでもな、これ決まったらエクストラウェイみたいなところありますから、惜しいな。
惜しすぎるだよな。惜しくない、惜しいな。めっちゃ外すやん、めちゃくちゃ外しますやん。あなり外すね、どうなのもう。ザブシャワーかー、シャワーなんだよ、あったのよ。さあもうこれちょっと9マナになってきましたね。これ結構もう相手の土俵でデュエルしなきゃいけなくなるぞ。もうそんだけまだ溜まっちゃうと。でも8マナか。8マナで何出されたら嫌だか。嫌だか。嫌なんだか。なんだろうか。8マナでしょ？スペルサイクリカホーガンか。なるほどね。ホーガンから何出んのだるいかな。スッババカだ。一番だるいの来た。もう一番だるいの来たわ。考えなくても分かる。一番だるいです、こいつが。ライゾーライゾー。でも、これもうね、でもこれ殴った時点でアタックされない、ブロックされない、そして外す。もうめっちゃ外すな。これがね、続くんですよね。めちゃくちゃ外す。いや、ツーもうライガーの関係ねえじゃん。もうライガーの関係ないって。さあ、フェアリーの人頼む。もうライ、やめて。じゃあ待って、このままガチロボでちょっと殴り勝つそうなのもちょっとどうなん。ここでちょっとガチロボで殴り勝つそうな自分に頼む。成功したらいいんじゃない。成功したら勝ちだったやん。もうガチロボビート。何軸とかでもねえじゃん、もう。うわ、ちょっとめっちゃ下振れてるぞ、相手も。いや、でもミステリーキューブ2枚でちょっと下振れって言ってもね、ちょっと問屋下ろさないですよ。ショックハリケーン。いや、でもさすがにビール。あ、勝ちじゃない。アタックされないからね。アタックされない、ブロックされない、オーマイガー。待って、これガチロボ。はい、勝ちました。いや、皆さんわかる？やっぱり、ガチロボってガチャを成功させなくても、勝ってしまうんですよ。待って、わかる？ガチロボの隠されてる、あ、ホーガン、ホーガン、あー、いや、